道を志し、プロの歌手になることを決めて上京いたしました。2002年には夢を叶えてサンフラワーズガーデンというバンドでポニーキャニオンよりメジャーデビューを果たしました。少年ジャンプの人気アニメハンターハンターの主題歌も歌うなど活躍されました。ご存知の方いらっしゃると思います。ただバンドは2005年に解散いたしました。バンド解散後は地元石川県に戻り、現在は薪の販売店薪薪ハウスの運営を行う株式会社夢薪の代表を務めています。そしてこの協議会の事務局長です。薪のお仕事と音楽の二刀流で活躍しています。今月はソロのシンガーソングライターとしての初の CD アルバム春夏秋冬をリリースいたしました。今日は会場にも CD を持ってきております、はい、販売もしておりますので、ぜひ皆さん音を聞いていただきまして、ぜひお求めいただきまして、お家でも聞いていただけると嬉しいです。応援もどうぞよろしくお願いいたします。では前川博之さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。前川博之です。皆様、足元の悪い中、寒い中、本当に来ていただきましてありがとうございます。私、前川博之、ミュージシャンもやっているんですが、本業は薪の販売の方をやっております。そして、この北陸地場型林業協議会の事務局長も務めさせていただいておりまして、また来年からですね、自分もユーモアに乗って山の整備をしていきたいなと思っています。また私もですね、小さい頃からこの石川の自然が大好きで、キャンプや釣りをしたりしてずっと活動してまいりました。そんな北陸の山や森に思いを込めて歌を作りましたので、聴いてください。地場型林業の歌。さあここから始めよう。地伐型林業 in 金沢。気になっていた山のこと、出会いをくれてありがとう。今はまだ何にもできはしないけど、最高の仲間がいる。200年先もずっと続いてく、そんなイメージを描きながら道を作ろう。山や森と生きてるんだ、息をしてるんだ。未来の子供たちへ届けたい景色があるんだ。5メートルの狭い道に精一杯の愛を込めて、地球と一緒に生きてるんだ、暮らしているんだ。海も山も川も街もみんなみんなつながっているんだ。僕らは
景色があるんだ。どうもありがとうございます。皆さん手拍子ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。前川ひろゆきさんでした。はい、皆さんこんにちは。はい、福井美山きときと期待代表の宮田浩一と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。北陸自伐型林業協議会、あのね、僕正直言うとまだ早いなって正直最初思ったんですけど、金沢で今年研修をしまして、いやー金沢でね、研修受けてくれた人たちがものすごい熱い思いでね、取り組んでくれたので、夏にね立ち上げようかと、やろうって声が上がりましてね、じゃあやろうということでね、急遽、みんなで、話しましてね、立ち上げることをして、で12月頃に、まあ、僕はようやく体がこの12月になると開くので、フォーラムをやろうじゃないかということで、そうするとね、本当にもたくさんの方こうやって来ていただきまして本当に嬉しいです。僕はね今自伐型林業を、この自伐型林業はね、林業界の花形産業になるんじゃないかと、もう最近すごくそれを感じております。でね、面白いです、とにかく。でもともと先ほどね、司会の方からもお話ありましたけど、もう全然違う異業種からの参入なんです。なのでね、固定概念とか規制概念一切ないんですね。なのでね、視点を思いっきり変えようと、ちょっと違う視点にするだけでこの業界宝の山じゃないですけど魅力しかない、まあ、そんな風に思ってましてね、そんな話もね、少しねお話の中で皆さんにも一緒に感じていただけたらいいなというふうに思ってます。で先ほどプロフィールの方はね、お話していただいたんでちょっと割愛はさせていただくんですけども、最初はねいろいろ苦労もありましたのでね、まあ、そんな苦労話も少し、入れたいんですけども、実は言うと、平成元年に福井に神戸から、まあ、移住してきたというか、まあ、父親がもともと福井だったんですけど、父親は福井が嫌でというかね、都会に行きたくて都会に出たんですけど、僕は田舎に憧れがあって、小さい頃からあの自然の豊かさとかね、まあ、一番大きいのはね大きな家に住める。僕ね3畳4畳半6畳3畳です6畳です4畳半こんなところに5人家族で住んでたんです。田舎じゃ考えられないじゃないですか。いやー田舎行きたいなとずっと小さい頃から思ってましてね。で、中学の時に高校から行くって言ったら親戚中から大反対、なんでそんな田舎に行くのっていう話なんです。いや行きたいもん、なんか高校出てからにしたら、まあ、神戸の親戚中から猛反対されましてね。でまあ高校出て気持ち変わらず平成元年に福井に来ました。でね、ただ最初に入った会社が石川県にも会社事業所がありまして、僕最初 の配属ね石川なんです。なので1年間は最初石川県に住んでいましたね。はい、すごくいいとこですね。はい、でこの金沢いやーもう本当に大都会っていう、もうね、僕ら福井からするとすっごい都会に感じますけども、この、金沢にもちゃんとねちょっといた山があってね、本当にあの僕らの地区と変わらないようなね、景色になるというところでね、ここをどう生かそうか、どう楽しく環境を作ろうかというのをね、これからワクワクしております。はい、でですね、実はね今年もそうなんですけど、ここ数年ものすごく忙しくて、もう全国各地で自伐型林業をやりたいという方が増えてるんですけども、僕が自伐型林業を始めたのが早かったもんなので、2015年に山の勉強を始めて2016年から自伐型林業を本当にスタートできるようになったんです。
でね、ここにもちょっとあるんです。福井県で実を言うと今年だけで、長期の研修、ショートの研修いろいろあるんですけども、その中で155名の方が来てくれて、すごいなんかハウリングしますで、石川ですね。石川県の方でも、28日間講習させてもらって、約80名の方ご参加いただきまして、能登半島の方からね、ついこの間能登自慢も行かさせてもらいましたし、8月には金沢で 3週間にわたって、講習させていただいたりとかね、もう本当に石川県ちょっと面白くなるんじゃないかと思っております。はい、ただ皆さんちょっとね、自伐型林業、正直まだちょっとようわからんなっていうと、ちょっと手挙げてもらっていいですか。正直でいいです。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、正直ね、自伐型林業って何ぞやっていうところもあると思います。簡単に言うと、こういうの書いてあるんですけども、採算性と環境保全を高い高次元で両立する持続的森林経営ですって書いてあるんですよね。簡単にこの映像を見てください。自分で切るっていうことなんです。山で自分で道を入れ、自分で木を出す。で、実はあれを1日にもし2回できれば、だいたい6万円ぐらいキャッシュ入るんです。極端に言うとですね。もっと頑張ればもっと入るんですけど、自ら木を切り、自ら出せば山の木の売り上げがね、
山主さんに入るわけなんです。ただどうしても山主さんもね、高齢化し無理なの、誰かやってくれないかという形になりますよね。ただこれを、今大規模の方にお願いしちゃうとバーンと切って返ってくるのが数パーセントじゃないですか、木の売り上げね。ただね、自爆税きちんとやれば僕の単純計算でも 30% から 50% が山主さんに買える仕組みって作れちゃうんですね。これはね、本気で考えてほしいんです、はい。まあそんなこともね、お話をいろいろさせていただこうかなと思ってはいます。で、皆さんのお手元の方に封筒ね、福井市からの封筒があったと思うんですけども、あの封筒の中に、今全国で自伐型林業の、モデルになるような、環境上税を使ったそういうものも入っています。いろんな補助制度が入っています。これまだ全国でもほんの少しの、自治体しか取り入れていないような制度なんですけども、これを金沢であったり石川であったり、まあ、全国にもっともっと広がってほしいなというふうに思っております。で、またね、この動画、あの木と生きる、これもね、福井さんと共同であの子に書いてます。劇団エグザイルの小沢優太さん、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、劇団エグザイル、なんか聞いたことあるねっていうね、去年共演させていただきまして、映像も作りまして、それのあのパンフレットも入っているので、なんか面白そうやなと思ったら QR でね、スマートフォンでピッて当てたらね、YouTube に飛んで動画が見れますので、よかったら見ていただきたいなと思います。まあ、ここではちょっと一回、スタート前に流してはあったんですけどもね、はい、またあの見ていただければなと思います。じゃあですね、宮田自伐型林業をこうやってねお話しさせてもらうことも全国でも結構増えてはいるのと、研修もさせていただいてるんですけども、なんでその自伐型林業をやりだしたのとか最近よく聞かれるんですけど、僕ね、林業をやりたくて林業をやったわけではないんです。面白くなって膨らんできた話なんですけどね。最初はね、薪欲しかっただけなんです。裏山で薪が。昔ちょっとね、独立した頃にお金なくて貧乏やったんですよ。今もそんな金持ちでもないし、今も楽ではないんですけども、お金ない時にね、灯油が買えんかった時があったのね、灯油。で、寒いね。思いしながらパソコン触ったりとかしてたのがありましてね、もうあの気持ちさ、なんとか抜け出したいなと思ってましてね。だから裏山に木があるじゃない、これがあればずっと冬場でもあったかい暮らしができそうっていうのが一つ。で、お風呂もね、アラブから持ってきたね、燃料を使わず裏山から持ってきた燃料で沸かせばお金もかからん。まあ、そんなふうに思いますね。実はまず食とエネルギーの自給をやりたいなっていうのが最初のスタートなんです。で、最初そのスタートは食の部分から最初入りまして、まあ、子供たちと一緒に、米作ったりね、米もね、すごいですね、お米って。肥料もね、やらなくて、極端に言うとね、無肥料無農薬でお米ってできちゃうんやねっていうことを知りましたね。はい、それもね、天日干ししたらね、売ってる米より米よりはるかにうまいみたいなね。はい、もう、まあ、その話は長くなるんでね、ただね、食の部分だけでもいろいろこうやってね、自給率上げようと思ってね、いろんな品種作りました。ただね、キャッシュフロー悪いんです、農業。さっきね、お銀さんが1年でと言いましたけども、確かに1年でっていうのもあるんですけども、大量生産しないとやっぱ合わなかったりしますね。でね、大量品種を増やしてたくさん作ろうとすると無理が来る。でもね、同じ人参だったら人参とかね、キュウリだったらキュウリとかって作るのも面白くもないしね。でね、そんなもんちょっと考えましてね、食の部分は自分のところで食べる分プラスアルファにしようと。ただこういう野菜やね、お米なんかを作るノウハウをみんなで共有して、みんなで田畑守ったらいいんじゃないかっていうのが思いの中でありまして、で、実はこの取り組みを始めた頃に震災が起こったんですわ。東北の震災で、僕神戸の震災もね、たまたま遊びに帰っててね、ひどい目に遭いましたけども、まあ東北の被災地の支援をやっていく中で感じたのが、エネルギーの重要性と人との
本来の付き合い方っていうかね、生き方の本質っていうものを東北の被災地支援でものすごく感じさせてもらいました。で、僕はの転換がやっぱこのね 3.11 になります。東北に4年間やっぱりね支援来まして、この中に東北行ってくれた方たくさんいらっしゃると思いますし、福井県からもバス出して石川県からも相乗りしてくれた方もいらっしゃいますしね、たくさんの方で東北の支援をねさせていただいたんですけどね、まあそこでね本当にやっぱりねエネルギー、食とエネルギーの大切さっていうのを本当に痛感しました。この食やエネルギーすごくやっぱり大切なんですけども、置き去りになりすぎてますよね。お金で買えると思ってますよね。いずれその時代変わりますからね。今のウクライナの現状見てたら分かるんです、分かりますよね。とにかく今ね自分たちでこの山をきちんと、守るで、田畑をきちんと守り抜く、これをやっておかないとえらいことになる可能性あります。お金で買える時代は終わってしまってますからね。もう経済の力も日本は落ちてきてるんで、もう本当に今から考え方変えないといけません。まあそういう意味でもね、山をとにかく放置しないで山盛りをする人をね今増やしていかないといけないと、そんな風に感じております。で、実はね先ほど言いましたように僕は薪材が欲しくて山林活動をスタートしたんですけどね、ただね自伐型林業というものを知ったんです。実は高知県に行ったりとかして、最初ね自伐型林業のこういう品種、もっと小さいね、フォーラムが、小水力のフォーラムがありましてね、2015年だったかな、それに行ったらね、山盛りの話が出て、道の話が出て、え、いや、山をやろうと思ってる、道って何ですか、自分で道入れていいんですかみたいな、さっき道の話とか、2.5 メーターの道をつけてて、歌でもありましたね。実はこれね、ものすごいキーなんです。自伐型林業のキーワードなんですね。でね、最初ね、そういう山のことをこうやってやりたい。行政、福井市さんにもいろいろ話して、今、さっき話してもらったけど、ものすごい応援してくれてるんですよ、福井市さんにね、今。で、もう神奈川も頑張っていろいろ応援してくれていくはずなんですが、最初はね、なかなか行政さんも自伐型林業を知らなくて、何ですか、それ。山やりたい、うん、みたいな。そんな感じから最初スタートだったんですけどね、やっぱり随分変わりましたね。で、最初そういうことがあったので、もう自分たちでね遊びのとこからちょっと今山の活動をなんかしてみようということでね、イベントやったりとかで、子どもたちといろいろね楽しくワイワイやっていったりとか、まあ最初こういうとこからスタートして薪ストーブとか薪ボイラーの燃料を作ってみたり、その時に出会ったのが安木健二さんっていうね、山のスペシャリストの先生がすぐ近くにいらっしゃって、いや最初はね森林組合さん行ったんですよ、山のこと教えてくれませんかって。いやうちでは教えられんよ。え、山のこと教えてくれよ。まあ最初そんなとこからスタートでね、ただこういう先生いらっしゃるのでその先生とこ行ったらって言われて行って、先生山のこと教えてください、今回山やりたいかって言ってね、でここからスタートなんですけど、このすっごいいい先生も去年一昨年お亡くなりになりましてね、非常に残念な人を亡くしたなというふうに思っています。ただね、この先生が言ってたのが、宮田な、山盛りちゃんとやる人増やせと各集落一団体でいい、一人か二人でいいんだ、これやったらお前山ある集落何百集落あるか分かるか、小さい量でもちゃんと出せばそこらの森林組合にもはるかに多い財政に出せるんだぞって教えてくれる。なるほどなと思ったんですよね。あ、そうかと。ちょっと視点変えてみようと思いました。で、当時その時ね、もう一つの出会いが、まあ、高知行った時に、高知県が自伐型林業の発祥地なんでね、高知に行った時に、次の先生に会うんです。橋本光司さん。いやー、先ほど映像でね、1分ほどのね、自伐型林業みたいな映像ありましたね。ご夫婦でやってます。ね。でね、もう道も、110ヘクタールに30キロも道いられてる。もう必要な時だけ人の材料出す。今、息子さんがメインでやってるんですけどね。もう家族経営で成り立つ林業ができるということのね、もうモデルになられている方です。すっごい先生ですね。
毎年うちも、4、5回来ていただいてはいるんですけどね、はい、で、石川県の方にもね、今年はちょっとねタイミング取れなくて来てもらえなかったんですけども、去年来ていただいたりとかしております。でね、この研修会を、まあこれ福井の方ですけども、毎年2016年から毎年開催して、まあ、技術であったりとかノウハウであったりとかね、そういうものをねどんどん高めていくようなスキルアップも、やっていきまして、それ以外にもね全国にはすっごい先生方いらっしゃるんです。自発でやっている先生方目立ってないんですけどね、最近もね引っ張りだこで全国各地飛んでもらってます、はい、で僕もそういう先生方のおかげで今があるっていうのもあります。でこういう先生方から学ばせてもらったことで2016年からスタートして欲しかったものも一通り揃いました。無借金です僕。これねやっていくとねいろいろ応援してくれる人とかも出てきます。本当にね面白いことに今なってきてます。企業さん先ほど SGG とか言いましたね、まあ、そんな話もさ、企業さんとの連携もね本当にね膨らんできますのでね、本当にねやるって決めた方はねぜひね展開を進めていってほしいな。でね、ただ一からやると結構大変なんです。僕も何回も挫折しようになりましたし、もうダメだもうやめようと思ったこともあったんです。一つの山を越えるまでは、その越え方は知っているので教えますよって今いろんな方に学びに来ていただいてます。で今ではうちの町内に300ヘクタールあるんです。東京ドーム63個分ですって。すごいですね、うちの町内300ヘクタール、正直もう食っていくのに困りません、食もエネルギーも経済も小規模だからできることが分かってきたからなんです。大規模であったらね山壊してね、どこにお金行くか分からんお金で消えてね、で末端でコツコツやる従事者お金全然もらえるのですわ。まして林業山を持ってる山主さんお金入ってきてますか。入らんでしょ。入るようにできるんです、小規模だったらこれちゃんとやってくださいで僕は思ってます。そのやり方を教えてます。でね、例えばね木を売るのも原木で売るのも できるんですけども、原木で売ってね、おととしかな、ウッドショックが去年あったんでね、ウッドショックの時はまだ良かったんですけど、ウッドショック前なんかね、一粒米の木、まあ、一粒米って、1立方メートルですね、体積ですね、これがね、今1万5000ぐらいで杉とかね、売れるんですけども、僕ね、おととしかな、出した時森林組合さんがね、5000円、はぁみたいな、出してるかみたいな、思いましたね。でね、どこが儲けてんねんって思いました。でね、薪の販売にするだけでね、はるかにお金が増えます。先ほど、事務局長、薪、1ヶ月20トン売ってるって言ってたっけ、前川さん。はい。20トンやったっけ、はい、はい。売ってるんやけど、仕入れてんねん。で、前川さん、仕入れんのやめね、自分でやめねって言って、もっと儲かるから。ね。でね、それをさらに製材ができれば、今全国製材所がどんどんなくなってるんですけどね、自分で出し切ったけど自分で製材して売ればね、はるかに上がります。びっくりしますよ。あのね、単価が低いのはね、大元のね山だけなんです。山から出て流れていった段階からバー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 って値段上がっていきますからね。まあそれをね、ちょっと分かるだけで正直言うと、もう取引先にも困りません。もう木売ってくれって出番いっぱい出てきます、直でとかね。でね、もう一つ自発がね、いやうちの山あんねんけどそんないい木ないねん。大丈夫です、木売らなくても事業はできます。自発型林業って何かっていうと、正直見せる林業です。見せていくんです、表に。今まで隠されてた林業でズタズタになったんです。表に見える林業に変えるだけでいろんな人が参入してきます。うちなんかびっくりする企業さんもつながってきてますからね、変わります。で正直、いやこんないくら儲かんねんとか、いやこれ皆さんね、儲かる儲からないっていうかね、自分がどの規模でやりたいかによって
海外に頼んでね、一例ですよ、これ、キトキト期待がね、ちょっともがき、もがきながらやってきた数字、最初収入がね、1年目、200万なかったんです、1年間ですよ、8ヶ月しかできんね、4月から、北陸ってね、降っていけませんね、こんなの。それがね、いろんなことをやりながら、2020年では1800万まで来ました。やりゃできるんですね、これぐらいは。ただやりようによってはね、もっといろいろできます。正直、本当に今の林業と言われるものを僕が一人でちょっと足りない時誰かデザインに来てもらったりとかする程度で4、500万ぐらいは8ヶ月で稼げます。無理せずにですよ。ただ僕はがっつり別に林業したいわけじゃないの。いろんなことをみんなと取り組んでやってはいます。でね、今ねすごく大事なのが、いや別に皆さんの中にもね、いやいや俺別に山で金儲けしたいわけでもないし、山をきれいになんとかしたいんやっていう人もいます。いろんな人いらっしゃる。いや儲かるんやったら就業的に俺本気でやってみるわっていう人もいます。まあいろんな形が取れるんで、収入どれぐらい欲しいか、いやなくて山盛りしたい、まあいろんなステージがありますので、それはそれで一旦置いといて、自発型林業今最大のミッションになっているのはここなんですよ。林家がいなくなってしまって、山盛りする人、皆さんの周りの山放置されてません。で市民組合さんが来て、あんなら反抗するわって言ってわーって、ああ金なくなってもたみたいな話なんですわ。それはそれでね、いいっていう地区もあるかもしれません。ただね、これね、業として今機能してないんですよ。切った後のことも考えてないんですよ。最初の数年だけちょっと手入れしてくれるんですが、あとはほったらかしになりますかって。うちもそうです。木開花されて木植えました、もう補助金終わったので4年か5年で終わって、あと知らんぷりになって、すごい雑木生えてきて、あら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 っていう山もあるわけです。でね、そこ行こうとしたら道が壊れて行けないとかね、どうしようみたいな。でね、必要なのは今山盛りする人を一番増やさないといけないんです。山盛りする人ですね。で実はこの全国に数百万人いた林家さんが今いなくなっているっていうことを、ちょっと何を意味するのかを考えないといけません。これ山を放置したことで山はどうなっていくのか、ここ何とかしないといけないんですね。はい。でね、ただね、ラッキーなのか、数年前から皆さん聞くでしょ、持続可能な開発目標として SDGs、 ちょっと言えるようになったんですけどこれね、これチャンスですね、里地里山は。ね、本気の SDGs やってる企業まだ少ないんですよ。なんちゃって SDGs 結構まだ多いんですね。なんでね、これね、山と連動したらものすごいことできますので、企業さんもすごくメリットあります。なのでうち上場企業と今もつながりでスタートしてきてます。今年8000万用意しましたから、宮田さん8000万ですかみたいな、まあお金のことを言ってもあれなんですけどね、それぐらい一緒に取り組みましょうっていう企業さん増えてます。聞いたらびっくりする名前のところも最近ちょこちょこアクションが出てきたりとかしてます。でね、もう後戻りできないんです。 SDGs で持続可能な社会作らないといけないって、ただどうしていっていいのかっていうのはみんなで考えないといけないんです。誰かのお役人さんがやるよって言ってやりましょうじゃなくて、企業のどっかがやりましょうじゃなくて、一人一人が本当に考えてやっていかないといけないっていうね。でこれがね、もう今大手振って言える時代になった。10年前は宮田何言ってんねんみたいな、よく言われたんですよ、そんなこと言ったって。でも最近みんな当たり前でしょ、持続可能なね開発目標でね、まあ、ジェンダー問題含めいろんなことを取り組まないかね、男女平等とか言いながら林業界男ばっかりです、おかしいでしょ。でこの間フォーラムして先ほどね、
黒田知事がお話しされてますけど、女性にちょっとこれ特化してみたんですけど、これも俺どうかなと思ったんですけど、ただし、30名女性来たんですけど、男性も来て52名でも女性の方が多かった。これはね、他ではなかなかない。今回は女性結構いらっしゃるんですね、はい、で女性が関わらないような業種業態ダメですね、はい、なので女性もしっかり関われるような、そういうね、林業界作らない。なので僕は花形産業にしてやろうと、この業界この可能性あるなというふうに思ってます。でね、そんなこと言ってるとね、女性とかも集まってきてくれましてね、受付にもいましたね、彼女なんかもね、今年9月に移住してきてくれて、そのフォーラムも来てくれたりとかしてね、はい、で右上にいるような彼ら2人はね、もう今年4年になるんですけども、18、19で移住してきた男の子、東京横浜から家具職人ね、いや工場になるようなね、年始工場も使って何十年も使わなかったところ、ただで貸してもらえるわ、マジですかって言って、すぐ行きますとか言ってすぐ来て、オーダーメイド家具作ってるんですよ。もう完全自立できてるんですよ。でうちから出してきた、山から出してきたものをうちで製材して、それを家具にしたりとか、ね、もうそういう取り組みも今スタートし始めてます。で正直言うと今移住者増えてきて空き家が足らなくなってきてるんですよね、まあ、そういうね、いい面も増えてきますし、移住者増えると何がいいかっていうと、地域の行事であったりとか草刈りとかいろいろやらないかんことあるんですよ、地域行事。あれね、僕が今のところに入ってからもう半分以下になってるんですよ、人がね、どんどん減っていくわけですよ。でもね、減った分増やさないかんねんけど、増えないでしょ。なので山で移住者増やせるんですよ今。これは面白いですよ。ああ、なんか馬乗ってる、なんかね、王子様みたいな、これ僕です、ね、うちの相葉ですね。これもね、実はね、馬欲しいって夢ノートとかに書いたらね、来たんですよ。すごいですけどね、まあそんな話するとあるのでね。でもうね、100年の森っていうか、100年経ってる木もだいぶ増えてきているんで、200年の森目指そうということでね、今僕なんか取り組んでるんですけども、皆さんにね、ちょっとね、価値観を、吸い込まれた価値観をちょっと変えてみてほしいなと思うんです。戦後拡大造林で植林した木が50年以上成長しました。50年以上ね、大きくなってきました。末期を迎えています。切らないといけません。はい、熟成しました。切り時を迎えた。は？杉やヒノキは数百年生きる木なんですけどね。ただ、まあ、大きすぎるとね、出すも大変になってはくるんですけども、それまでにね、一番最初やらないから、開発してしまうと、あとを植えて育てるの誰やるんですかって話なんですよ。これの目処が立ってないのに今切り始めてるんです。これはちょっと、僕はちょっと待ってよ、僕開発ダメとは言わないんですけども、一斉に開発してしまうと、もう、いろんな問題が起きるんです。なのでちょっと待ってって僕は言ってるんです。人増えるまで、山盛りできる人が増えるまでちょっと待ちましょうよと。で、山管理しないとどうなるかというと、土砂災害が起きるんです。昔、戦後と江戸時代に開発してるんです、日本の山って。で、今回3回目の開発をしようとしてるんです。でもよく考えてみてくださいね、江戸時代も戦後もほぼ道はつけずに木切って出してる、それでも災害が起きてるんですよ。それを今でっかい道を入れて、山ひどいことになってるんです。これは何とかしないかんのです。もう本当にね、下流域やばいですよ本当に。今年福井県でも、石川のこと言わないね、今年福井県でも災害を起きてるんです。高速止まって電車止まったでしょ、あれ全部開発市のせいですからね。それぐらい今ひどいんです。開発して大きい道入れて崩れるんです。雨の量半端じゃないですか。なので、ね、崩さん道作らないかんと。これは皆さん本当に言っときます。小さい道を作らせてください、地域で。道作るなら。で、道の勉強させてください。道作る人、道を設計する人、道の作ったことない人が道設計するからね。いい道作れるわけないんです。これ本当に大事です。
道を作るってすごく大事なので、小さい道でいいんです。まあその話、一番重要な話になりますのでね、まあ魅力をね、高める山盛りを皆さんと共にやりたいなと思ってます。じゃあ宮田な自伐型林業道道道って言うんやけども、小さい道って何ぞやねんっていう話もあるんですね。でね、先ほど 2.5 メーターの道幅の話もありました。 2.5 メーターにする理由があると。でね、もう一つ切り高 1.4 メーター程度にします。切り高って皆さん分かります？道を、山って三角、まあ京都の三角ですね。でここに道を切ると切り取り高っていうのが存在しますね。これを 1.4 メーター程度に抑えましょうっていう感じです。で路線道入れさえ間違わなければ、大体ね 2.5 メーター幅で 1.4 メーターの道を作れるんですね、はい、でもこれ間違うとアウトです。あとですね、この道をきちんと作れれば路網って、高密度の路網が入れれます。それは後でちょっと地図をお見せしますけどね、これを実はね、あの今年女性のそのフォーラムの時に、30数年お付き合いいただいた僕の人生の師匠が、宮田君の頑張り見てるからちょっと行くわって言って、でちょっと喋ってください、先生来てくれるならって言って喋ってもらったんですけどね。で山行ってね、僕先生から謝られたんです。宮田君ごめん。え、どうしたんですか。いやな、宮田君の仕事って山破壊してる仕事をしてるんやと思ってたと。いや道入れて木切っていくのも分かるけど、自然破壊してるんじゃないかなって。大体今ね、山で仕事して木切っているという小学生とかに言うと、あ、自然破壊やとか、そんなことを言う子もいるらしいですね。はい、干ばつの意味も知らんね。あ、教育怖いね。皆さん本当教育考えないからよ。はい、でね、その先生がね、宮田君悪かったと。宮田君の仕事はな、俺勘違いしてたわと。宮田君の仕事、山に生きた血管張り巡らせる仕事してんやな。言ってくれた。あ、むちゃくちゃ嬉しかったです。いや山生き返っていくよね、この短時間見てるだけでも違うもんなって言ってくれたよね。なるほど、なんか嬉しいなと思って。実はその先生は、小売業界を花形産業にするって言ってね、実はね花形産業された方なんです。昔僕らデッチ奉公、僕ねサービス業界でデッチ奉公とかね、もう勉強できんかったらお前もう売り子になれとか言って、サービス業界もそんなところからスタート。今だいぶ変わりましたね、はい、努力があってなんですね。だこの林業界もそのようにね、花形産業を変えてやろうと。そのためのキーワードは道だと。はい、皆さんこれ見てください。いや、なんかいっぱい線入ってる。あのね、これ等高線もあるんでね、ちょっと分かりにくいのもあるんですけども、あの黒い線がね、大きい道、だいたい4メーターぐらいある道です。道幅が切り高だいたいね3メーターから4メーター、高いとも5メーター。あのもう山登れません。あのここから行こうと思うとね、登れないのにどっかね緩いところからぐるーって回ってこないかね、そんな感じなんですけども。でね、見てほしいのはこのオレンジのやつはね、去年までにつけたやつで、このピンクが今年つけたと思います。ピンクね。でね、1ヘクタールにあの大体200から300メーター入れれちゃうんですね、はい、でね、今年ね、ちょっと企業さんがね、山頂にコテージ、なんかすっごいコテージ建ててくれるっていうんでね、皆さんちょっと山頂まで道上げてメーター3000円上げるからって、はい、いただきますみたいなねまあ山頂、うちの山なんですけどね、うちの山にね、今年ラストトライまでしましたまあお金でもないんですけども、3000まで上げたかったんですけどね、まあ、先にちょっとそういう話も来たので、ちょっと優先させてもらいました。で、この間とかね、数百メートルあるんですよ。でもここを今まで行けなかったんですけど、この一本道をね、尾根杉に作りまして、だからもうここ上までね、行けますと。だから木をね、切って、これ紅葉樹帯でね、いやー、いい木いっぱいあるんですよ。はい。で、そこを丸いてね、管理してあげたら、すごいいいなと思っています。で、家具に使ったりとかね、まあ、そんなのもできるなと思いますし、ちょっと細いなやつはね、穂焚き、椎茸の原木とかね、で、もちろん悪いのは薪にしたりとかね、まあ、いろいろできますね。はい、で、こんだけの今、路網が
出来上がりまして、まあ皆さん来たらびっくりすると思います。はあ、ま、迷路やな。でもね、こんなに道入れてたらとんでもないことになってるんじゃないかと思われるんですけど、間伐程度しかで、木を避けながらなんです。あの距離あるところで300メーターぐらい道入れてるところ木1本も切らずに入れてたりするんです。皆さん見ると、え？みたいな。木切ってないんです。木切らずに道入るんです。これがすごい。これもう道だけで、あ、今さっきのこれはね、あの、教会ですね。教会。何屋さん、何屋さん、教会で分けて。まあ、こっちは教会が外して道だけなんですけどね。まあ、こんだけ道入れてますね。これ何がいいかというと、先ほど、あの、ね、あの、橋本先生、僕の師匠と奥さんとで、ね、木切ってたやつありました。木を倒すとね、どこで倒してもね、道に大体当たるんです。なんでね、木をすごく収穫しやすいんです。車で行って、パッと倒して、シュシュッと処理して、ユンボ乗せる。ユンボでね、うちらやったら林内作業者って乗せるんです。で、下ろしてきて、で出荷すればいい。はい。一日ね、まあ、正直言うと、3リューベあれば4万5000あるので、3リューベ程度、原木売るとしても3リューベ程度で、食っていけちゃうっていうね、半日で終わっちゃうみたいなね、そんな林業ができちゃうんです、はい、その代わりね、皆さんね、問題がある。教会、これうちも地域で皆さんにお話しさせてもらって、もう最近ね、皆さんもね、教会わしもわからんから、あの隣の人がこっちやって言ったらそっちでいいっていう、もうそんな今ね、行政すら分かってない。で、山主さん同士でいろいろ話し合って決めてしまえるんですけど、両方とも分からなかった宮田と、ここで線引いといてという話になってくるんですね。いや、おかしいんですよ。平地じゃそんなことありえないでしょ。1センチでも変わっただけで怒られるでしょ。山はね、あの何メートルずれてもね、もうお互い OK みたいな。昔は一本の木で大喧嘩、木が高かった時ね。でもその可能性もあるので、今のうちに、今のうちにこの教会確認は何とかしないか。で、年長者が元気でいらしてるうちに思ってでも連れて行って、うちね、あの地主さん、おばあちゃんしか知らなくて、おばあちゃんね、四つん這で来てくれて、四つん這なんて山は這い上がってきてくれて、もうおばあちゃんもういいから、いやいや行く、四つん這だ、もうね、もうそのおばあちゃんとこの山は絶対綺麗にしてやろうみたいな。うん、あの上に柿の木があってな、柿の木裏んかって何回も来て、柿の木売ってくれ売ってくれって。皆さん柿の木何に使うか知ってます？当時昔、何に使おうかなって思っておばあちゃん聞いたら、ゴルフのクラブ、昔、今はもうチタンとかになりますけどね、もうゴルフのヘッドに昔使われたらしいね。で、もしかしたらあの柿黒柿かなみたいな、黒柿むちゃくちゃ高値がする。で、ただその時、おばあちゃんそんな話聞いて、裏かったとか言うやんか。そんな話聞くからもう容器なくてね、道のそばにあるんやけど、切らずに残してる。まあ僕が生きてるうちはちゃんと育てよう。その代わり鍵にならないんだよね。あの、熊の爪跡とかいっぱいついてるんですよ。で、歯だけ一応なるんだよね。ただまあ、あの、元気で生きてるうちはそのままにしとこうかなと思ってはいますけどね。まあ、純さんがまた相談してね。考えますけどね。まあ、そんないろんな話がね、山一緒に歩いてると出てきます。でね、小さい道ってね、あの実はね、あの尾根をメインで作っていきます。あの今ね、大問題になっているのはね、谷に道入れてるから壊れるんですね。あ、谷と尾根って皆さん分かるんですか？あの山って膨らんでるとこと落ちてるとことあるじゃないですか。で、この膨らんでるところを尾根っていうね。なんで膨らんでるかっていうと、硬いから膨らんでいくんです。で、弱いところは落ちてて谷になっているんですね。この谷の部分には土砂が溜まったり水が流れやすいわけです。ここに道入れてるんです、大方は。なんでかというと緩いから。でもここに道入れたら間違いなく崩すんです。もうその川の横に、真横に作ってる道がよくあるんですけどね。まあ壊滅的ですね、全国見てて。まあ今年も皆さんここ何とか直してください、みたいな、ね、直してからそこの人の山まで行きましたけどね、大変なんです。ここ直してもどうせまだあかんのようになるんで、もう谷筋ずーっと道入ってます。ほらそれね、この川溢れて横から横にも流れるわけだ。
もうな、もう当たり前やろ、どんな道入れて、こんな素人からスタートしたら僕ですら分かるのにみたいなね、ごめんなさいね。でね、実はこのね、うちの師匠がよく言うのが葉っぱ、この葉っぱを、いやでも 見てみな、ここ葉脈真ん中走れろ、ここから横にいっぱい葉脈横に出てるやろ、山もな、この葉っぱを折ってみと、折ったら尾根になった、膨らんでるところが尾根や、で横が視線や、でね、弱いところは全部視線で横に出しなさいと、そこを登るなと、極力登るなと、登るならもっと角度上げて登っていけとか、まあいろいろ技術あるんですけどね。でそんなのをね、うちの山にはこれはね2021年時点のやつですけどね、こうやって道をどんどん入れていって、これね入り口付近ね結構草生えてる、直は生えてますよね。これでも山の中入ると草生えなくなるんです。ほらここからなくなるんです。なぜかというと両サイドに木を残すように僕たちやってるんですけども、ほとんど大きい道は両サイド全部木切ってしまいます。で直射日光が入るので太陽大好きなんです植物は。でどん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 ね育っていって、もう道じゃないなく、造木になってしまうという感じですね、はい、なので小さな作業道、これ何がいいかと、草刈り不要。大きい道作ったら草刈りせなあかんのですけど、小さい道草刈りいらないので維持管理ものすごい楽です。あともう一つはね水の管理ですね。 20〜30m おきに排水やらないかんですけども、今ね小学校でも分かるようなことよくやってるんです。現場見てると水って皆さん高いところから低いところに流れていきますよね。皆さんねこの水をこっち側の谷に流したいときに、自分イメージしてください、山から降りてきた道を水をね谷側に流したいんだけども、皆さんどうやって流します？水流そうと思ったとき、これ皆さんね大きい道地域にあったら見に行ってみてほしいんですけど、ね今の 山のね水の切り方どうしてるかというと、降りてきた木を90度横に流そうとするんです。ゴムパン入れてアホやと。何がアホかというと、流れてきてたら細かい粒子がいろいろ流れてくるんです。道作ってすぐね、そうするとそのゴムパンに全部溜まるんです。で全部ブローするんです水どうせやるならさゴムパン超斜めに切っときよと、水をスーッて自然の流れで流してあげたらいいやん。小学生でも分かるよみたいな。水切り入れたらいい、これ設計士知らんから真横に入れてんねん。勾配考えよ、水流れてきたら行くわけない、ブローするわけですよ。アホかと思いますね。だからね僕ねもっとね頭いい人がね林業やらないかんと思った。僕は高卒やよ、アホなんですけど、俺ですら分かること分かってへんっていうのいっぱいあるんですよ。だからねもうちょっと賢い人を山入れていきましょうということは、山もっと面白くしていろんな多様性な方入ってきてもらわなあかんってことですわ。もう今のカチカチの人で山盛りさせたらね山終わってまいりますよ本当に。日本の、ね豊かな山終わらせたらあかんでって僕は思ってるんですね。だから僕それできることだけやろうと思ってやってます。だから皆さんもねできることやってほしいんです。でね宮田な 2.5 メーターみたいなそんな小さい道入れて木出せんやろ。はい出せますね。長い例えば 6.7 富士ね最高 7.5 メーターまで出せるんですけど、こんな長い木でもねうち 2.5 メーター幅の道で100円切って出せるんですいや出せますからっていう話なんですよ、はい、なんでねただ大量にアホみたいにね出さないけどみたいな、はい、でまあ干ばつなんかもね今干ばつといえば海抜もう今海抜したくて仕方がないんですね、はい、海抜する方が一瞬のキャッシュが入るんでいろんな人に、いや僕らはねコツ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 ねもう何十年にもわたってコツコツお金が入る方がいいわけです。これ皆さんそうしといた方がいいですよ。一時的に開発してねうわーいっぱい売れたーって戻ってくるの 3% とかですからね開発しても
やめときや、絶対やめときや、ひどいことになるよ。やい、もう本当申し訳ない、こう新組さんの方がいらっしゃって申し訳ないんですけど、でもね、山の従事者は僕らのとこ来て話聞いて、本当はこのやり方やりたいって言うんです。でね、偉いさん方とも話させてもらうときあるんです。個人的にね、宮田のやり方が一番いいよな、うちの山ならそうするわって言うんです。なぜそうしないかっていうと、大きいお金動かせないからな。こんなところで言うのもなんか悪い気はするんですけど、本当の部分って皆さんね、自分の地域の山守ってね、開発したらね、あと大変ですからね。あのただね、部分間伐は僕許容範囲なんです。どうしてもね、もう木が少なくなってもう言い換えないかんとか、もう災害雪で折れちゃってもう絶対ダメになって、この1ヘクタールだけはなんとか植え直さないかんとか、まあそんなんなれば、やむを得ないと思いますけどね。ただ大規模の開発やめといた方がいいです。大規模の道つけていくと皆さんの住んでいるところがやばいですから。でね、これね、びっくりするんですけど、福井で災害が起こった今年8月、業者さん何言ってるか知ってますか。いや、これで10年飯食っていけるわですよ。頭きません。俺許せんのですわ。それが理念もへったくれもなくて、山盛りじゃなくて林業やってる時代が俺許せないなと思って、ね、いるんです。だからね、そんな裏話聞くとね、もう泣けてきますね。まあまあそんな話してるとまたね、時間足りなくなるのでね、はい。まあ今日今年に女性が主役のコラムしたりとか、女性にとにかく関わっていっぱいいただこうと。で、大事なのが、ただ自罰当たりが多いんやって言ってパッと始まると思っても何からしいか分かりませんので、結構ね、ハードル高いんです林業って。なのでいつから教えてます。で、金沢でも予算取ります、金沢でもやります、福井でもやります。これ行政まだ金沢金出せないんです、完全には。でもね、それをうちも少し国からお金取ってきましたので、金沢で今年使おうと思ってます。後でちょっとそんな話もちらっと入れます。はい。で、実際林業やね、山盛り、とにかくね、大事なのがやっぱ安全でもあります。時間に追われ、金に追われ、いいことないです。はい。とにかく大事なことが安全に怪我しない、命を落としている人ね、むちゃくちゃ多い産業なんです。これやばいですよ本当に。なのでね、本当に僕より若い人で子供ちっちゃいのにね、子供いるのにお父さん2年前に気直撃して亡くなったりとか、もうたまりませんね、そんなん聞くと。なのでね、慌てた仕事しないっていうことで、安全な作業時間かかるんです。で、それを延べまで生産を追いつくために今やってるのをなんとか変えないか、これはもう自罰型林業で変えていくしかないんですね。新しい視点でやるしかない。なので結構いろいろ僕うちの講習細かいこともいろいろやって、安全優先でやってます。で、皆さんがこの意識きちんとやって現場やってくれたらいいんですけども、安易な仕事は本当に命を落としてしまうよということもありますね。で、そういう技術的なところをしっかりと、学んでいっていただいて、山盛りしていただけたらなと。この間山盛り始めた福井の、年長さんグループ呼ばれて行ったんです。どんな風にしてやったらいいですか。はい、わかりました、行きましょうって言って、でね、まあこういう風にちょっとお話しさせてもらった後、山行ってさあ作業しましょうって言って、誰もヘルメットかぶってんの。もう終わり、もうチャップスチェーンソー使うのに防護ズボン入ってんの。はい、終わり。もうここからはアウトですわ。はい、皆さん上見てって言ってね、上見たら枯れ木がいっぱいぶら下がってるんです。あれ持ってくんねんね、松の枯れ木いっぱいぶら下がってるんですよ。あわらの方で行ったんですけど、皆さん上見てないでしょ、下ばかり見てるでしょ。上見てごらん、触ってるわ、追ってくるんやで。あれ直撃したら皆さんどうなります。いや、お前そんな上見てなかったわ。いや、見てくださいっていう話なんですけど、それぐらいね、安全意識弱いんです、山やろうとする人って。っていうか、安全のことね、言われ出したのがまだね、この10年ぐらいなんですよ。林業界遅いんです。僕が入った時、先輩方チャップスしてなかったから。まあ、それぐらいなんです。なのでそこは本当ね、こういう、安全の保護具であったりヘルメットちゃんとかぶってねというところですね。で、そういった研修を、結構ね、去年なんかも、長い研修
50日やってる研修とかね、まあ数週間のやつとかもありますけども、そういういろんな研修のパターンを用意させてもらって受けてもらって、そこからね、まあ沙織ちゃんね、飯島沙織ちゃんなんかは本当に去年卒業してくれて、こっちで今年からスタートしたりとかね、まあここまで本当に短期でたどり着いて頑張ってくれてたりします。で、後で喋ってくれるね、戸口さんなんかも去年うちの方にね、来てくれて、今日ね、この研修、去年ね、まあ、25日から50日台の講師あったの、まあ、50日講師フルに来てくれた人もいらっしゃって、まあ、そういう人たちがね、何人か今日来てくれてます。ね、嬉しいですね。はい。まあ、技術、本当に高い技術で僕たちやっていって、やっぱりね、僕たちを教えてくれ、僕を教えてくれた先生方もすっごいもう、スペシャリストの先生方なので、そういった先生方をね、学ばせてもらってね、で、今取り組んでいるんですけども、で、こういう製剤機とかね、こういったのも導入しましてね、板材であればいろいろ加工できたりとかね、そういうこともできるんでね、まあそういったの、研修なんかとか、あとはね、さっきちょっとちらっとも言いましたけど、ちょっとね、頭使わないかんことをいろいろしないかんです。で、自伐型林業をやるときに、パソコン使えない人は NG くらい思っておいてください。ただ山ちょっと盛りするぐらいでいいんですけども、きちんとした形を作ろうと思ったら、パソコンのやり取りとか、行政とのやり取りも含め、パソコンちょっと触らないかんので、もし苦手な人いたら、得意な人仲間に入れちゃってね。はい。実際、僕もこれからこのパソコンをやらなければお金入ってこないんで、これすごく実は大事なんですね。なので、経営のこととか含めて、財務処理、数字もずっと見ていかないといけないので、そういったことをね、基本僕もちゃんと教えてます。まあそんなこともね、実際今日この場で全部伝えれるかというと1時間ぐらいで無理な話なんでね、軽くお話ししてますけども、そういった長いスパンの中で1年間かけていろいろ学んでいただけたらいいなというふうには思ってます。あとこの中でね、山始めたいなっていう方もいらっしゃると思うんです。あ、俺もやってみたいわとか、いう方もいらっしゃって、そういうお声も聞いてます。でもやっぱり実際何から始めたらいいかって分からない方も結構いらっしゃるんですね。で、一番はね、山の確保なんですけども、この中でね、山持ってるけど、山誰かやってもらえんかなっていう人なんかは、声かけてください。自伐型林業やりたいっていう人の中の7割、8割は山持ってないんですよ。でも山持ってないから山スタートできない人がいっぱい今、もういるんです。で、研修ばっかりあちこち行って、自分のやれる山が今ないという人がすごく多いので、この中で山うち提供するよと、うちの山きれいにしてくれるよと、もう、きれいにしてよとか、いう形あったらね、後で声かけしてもらうなりとか、アンケートに書いておいてください。だからね、地域に山盛り部隊送りますよ、みたいな。そんなんなっていったらいいなと思ってます。はい。でね、山やるためにいろんな事前準備とかもしないといけなくて、行政行っていろいろ調べていかないかなとかもいっぱい実はあるんで、結構ね、この作業が大変なの。山に入るまでの作業がね。これ、本当にね、昔、地獄が田畑のところに木植えてるのって結構あるんですよ。山はいいんです。でも、田畑に木植えてるのいっぱいあって、もうそれをね、山林でね、管理するために、補助金とかもらおうと思ってもらえないんですよね。なので、ね、この地獄英語とかもう沙織ちゃんめっちゃご苦労されてね、もう何十人の人からハンコもらっていろいろしたのにもかかわらず1ヘクタール集めるのがやっとね、うち300ヘクタールとか言ってる、ね、1ヘクタールってどんだけ、100メーターかける100メーターですわ。ここの部屋でも1ヘクタールないからね、はい、まあそういうところをね、もしね、うちの山使ってよとかいうの ありました、金沢の方ね、石川区にありましたら、ぜひお声かけいただいて、そのためにね、山行ってこうやって測量するシステムを僕作りましたね。これね、ないと困るんですよ。で、GPS とかで、これで携帯とかでやったら全然精度が悪いんですね。で、そういうシステムも、IoT の、まあ、パソコン系の方の、システムの方の補助金を県から取ってきてね、で僕作ったりとかもしたので、これね買うとね、社のやつ買うと結構値段いくんですけど、格安で使えるようにもして、補助金も半分補助金とか出ますんで、興味ある方はどこか表とかにパンフレット置いてあったと思うんで、また見てください。でね、大事なのが
スタートするときにとにかくお金もらわないとスタート木はあまり切らないので補助金いるんです。道の補助金がとにかく必要なんですよ。ここだけね、石川にも僕今言ってますけども、福井はねそれを支援してくれるようになったので、ここで僕ね自伐型林業を 100% できるようになった。それまでは他の仕事をやってその稼いだお金で道につぎ込んでたんですけど、今道の補助制度ができたので僕自伐型林業 100% で仕事ができるようになりました。受け売りの仕事を断ることができるようになったんですね。で、皆さんのところにこの辺のお金のやつがまた入ってますのでまた見てください。で、金沢とか例えばいろんな市ありますよね。そういうところでこんなん作ってくれって言ってください。はい。で、自伐型林業で自立するために必要な行政の支援は特にこの道です。メーター2000円で、重機の補助が半額補助がなければ3000円欲しいところなんですけど、うちは重機補助が半分あったりするんでね、2000円も、余裕でやっていけると。技術上がればね2000円で余裕で足りるようになります。で、あと県によっては自伐型林業を支援しているような地域もあるんですけども、福井県も今年ね菅前総理に呼ばれてうちに来てっていうね流れがあってね、なんか先ほど本とかそこにあるんですけど、写真集、うちの写真集ね菅前総理に今年3月にね10冊送られたんですよ、ある企業さんの社長経由でね。そっからね福井県知事が菅前総理呼ばれて、林野庁長官呼ばれて、でその後戻ってきてから自伐型林業の、うちの山見に来て、で支援しますってツイッターに上げてみたいなね、そんな流れができてきてるんで、来年でもいろいろ県もやってくれると思うんですけども、県として今年からね定額で100万移住者自伐型林業100人程度やるというといきなり100万当てますよみたいなねいうのとか、あと福井市の方もね今2万5000月あるんですけど、これがね来年から家族になるとねもっと増やす話がちょっと出たりとかね、おお福井市さんもちょっとパワーアップみたいなね思ってますけども。で、石川県の方でも地域おこし協力隊から1名取るとかっていうのもありますけど、できたらね地域おこし協力隊取るならね3名から5名取ってほしいんですね。1人って結構やりにくいと思いますので、できたら3人から5人な経費もいろいろ使えるのでね、うまくやってるとこは大体全国でそんな風にやってます。で、福井もそういう風に、やっていこうという話も後々あるんですけども、今年はね来年、自伐型林業の大学校を作ろうということで今この動きもしてくれております。はい、福井県と福井市の部長さん同士も話しとくわとか、おおありがたいみたいなね。はい、でね、もう最初いろんな思い思ってたんですけども、もうできるかなやめようかないろんな思いあったんですけども、やるって決めたからやろうと思って行動講師ずっとやってきてね、もう本当に今面白くなってきてます。で、いろんなハードルあったのもねクリアしてきたんです。僕らみたいにスタートの苦しんだ連中が各全国各地でいい形を作ってきてくれてるのでね、ぜひそういうのを真似ていってもらえたらいいなというふうに思っております。で、さっき言った写真集これですね。はい、皆さんこれすごいでしょ。これこんなのをね3トンの小型ユンボで掘り出してね設置していくんですけどね、みたいなね、そんなのもあります。またねちょっと手に取って見てもらって興味ある方はね今日なんか皆さんからのご支援もしいただけたらっていうのでやってるんで、もしちょっとご支援いただけたら嬉しいなと思っております。こう言ってね写真集でねいろんな自伐型林業ね地域の方に話したりとか、お話しするのにも結構使えますので、もしよかったらね、見ていただければいいなというふうに思います。で、自立していくためのやり方とか今研修興味を持っている方々はまたぜひうちの、金沢でもやるし福井でもやるので、興味ある方はぜひねご参加いただけて、どんな風にして山盛りしていっていいのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。例えばなんか製材をしてね、いただいて作ったりとかっていうね。で、さっき薪の話もしましたけども、実際薪を売るとね原木のね10倍の値になったりしますのでね。はい、またこう言って水冷凍とか最近もあちこち言われてるんですけど、僕は師匠に言われてるんです。その時一時流行るものには乗るなということを言われてますね。ここには走ってないんですけどね。はい、まあ、コツ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 と
で、とにかく山はアイデア次第で宝箱です。もう本当面白いですので、まあ、こうやって子供たちが山に入ったりとかね、こういう、あ、これ皆さんね、これもうちょっと加工したやつですけど、これあのテーブルと下ベンチになってて、ね、あの庭先とかに置いて使うような形、これ皆さんいくらやと思います？いくらぐらいと思います？いくらで売れた？これね、原木で出すと2万なら1万ちょいぐらい、原木で売ると、ね、これ実はこれ20万で売れた。ちょい加工したらね、1万が20万って20倍ですよ、はい、もうアイデア次第に、これうちの家具職人とかが、ね、いろいろやってくれるんです、はい、じゃあそれ最後になりますけどね、皆さんね、林業って別にね、ガツガツやる林業じゃなくていいんです。いろんな林業があっていいんですね。一つ遊びと観光と連動するとかね、あと週末の山盛り型ね、週末ちょっと山、うちの山きれいにしたいな、でもいいでしょう。で、本格的な林業で、まあ、経済を確保するということもできますね。から農業と林業、まあ自給自立、まあ自給自足的なところでね、食やエネルギー含めて自立できると。で、林業と副業ね、さっきちょっと福井の松平さんという話もありましたけどね、あのうちの越の国里山再生の会って別の団体で、ね、そこなんかね、イノシシラーメン、鹿ラーメン作ってます。鹿の頭蓋骨で今年もラーメン作ってましたしね、去年あのトンコレラでなんかイノシシが減っちゃって、じゃあ鹿にしようとかってイノシシラーメンか鹿ラーメンに変わって、さあ今度の冬はどうなるかなと楽しみにしてるんですけどね、まあ、そんな風にしてね、飲食と複合してもいいでしょうし、ね、どうせ冬は僕ら仕事できないです、山冬は何かやったらいいですね。うちらなんかあの新しく工場が建ったりするのでね、そこでまた仕事できたりするようになるんですけどもね。あともう一つ面白いのがね、林業の教育、学校の先生辞めて林業やりたいって言って、でそれで事業やりたいっていう子なんかも出てきて、来年2月に移住してきます、うちに、まあ、そんなとこまでね、出てきてくれてますけど、教育これ大事ですね、はい、でいろんな林業のスタイルの想像が可能となります。これをね、ぜひね、皆さんも可能性を感じていただきいてね、やっていただければ嬉しいなというふうに思います。でですね、先ほどちょっと研修っていう話ありましたけども、あのチェーンソーや仮払い機とかね、ユンボーとか言いましたけども、あれがあればね、道も楽やし、あの女性が力仕事しなくていいんです。レバースティックさえやれば、僕の最初のね、道やってるのを見た女の子でしたから、東京から移住した25歳の女の子をやってて、うわ女の子でもできるんやと思って、はい、その子もう10年やってます。夏はカヌー、冬は林業みたいなね、やってます。まあそういうふうに女性でもできる林業をね、やろうと思って、今年も来年もね、いろいろ研修をやっていく予定にしております。はい、でこういろんな、カリキュラムを用意して、いきますのでね、もし興味がある方はそういう研修、受けたいねっていう方はちょっとアンケート欄でも入れておいていただいて、でこういういろんなスケジュールが組み込んでいきますのでね、福井でやるバージョンも結構多いんですけども、石川の方でもやっていきますので、だから石川ここまでね、うちの家から1時間ちょいなんです。1時間半もあったらうちのとこ来れちゃうもんね。去年飯島沙織ちゃんなんかはもう通ってましたからね、はい、高速使わず下道でとかねよく頑張ったもんね、はい、まあそんな形でね、自伐型林業、面白いです。とにかくいろんなチャンスもあります。なので皆さんの方でね、いろんな取り組み頑張っていただきたいなと思ってはいます。そしてね、うちはこんなんやってんねん、あんなんやってんねんっていうのをね、どんどん広がっていったら面白いなと思ってるんですね、はい、これ僕もね、いろんなチャレンジしていきます。宮田なんか最近儲かってまんなって言われるまでにはなりたいなと思ってはいるんですけどね、はい、まず今ね、結構投資してるとこが結構あったんですけど、借金ないんですけどね、いろいろこれやろあれやろと今いろいろ動いてはいるのでね、そんなに潤ってるわけではないんですけどね、なんとか食っていって生活はできている感じです、はい、なので儲けようと思ったら儲けれるんですけども、目的が何かによって変わるかなと
というふうに思いますので、ぜひ皆さんの方もね、こんなんやったらいいんじゃないか、あんなんやったらいいんじゃないかなっていうのをね、どんどんアイデアを出していただいてね、やっていっていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。金沢市をはじめとする北陸の皆様、改めましてこんにちは。私は一般社団法人山森学者の戸口勝と申します。出身は小川町、埼玉県の小川町というところで私は生まれました。皆さんご存知の通り、ファッションセンター島村発祥の地でございます。そこから今日はやってまいりました。実は先ほどお話をした宮田さん、私の師匠でもございます。いつもは宮田先生と呼んでおりますけれども、50日間研修学ばせていただきました。少々時間を傾けていただければと思います。お題にあった通り、50から始め、そして山をなんとかオートマ限定の免許でもできるような、そんな山作りができれば、そして非力でもできればいいんじゃないかなと思い、山作りを始めさせていただきました。先ほども申した通り、小川町は車で都心から60分、電車で60分、車で40分、大変近い距離にあります。当然ながら山も近いということになりますし、ご覧のこの写真の通り盆地という場所にもあります。その岩盤が下を貫いておりまして、大変硬い場所で、地震の時も揺れが本当に少ない場所でもございます。この盆地という形質上、風も吹きにくい、また雨も吹きにくい、暮らしやすい場所でもございます。先ほど申した通り、2018年、このような大規模な残土処分場の計画がなされたんです。実際のその量というのが150万立米、おおよそ大型ダンプで24万台、24万台分の土を運ぼうとしたんです。どうなるのか心配じゃありませんか。そこで住民の皆さんとともに私は反対をさせていただいたところ、その会社も急転直下、今度は太陽光発電に変えるよ、そんな狙いなんですね。ということは根底に残土を運ぶだけ運んで、どんずら、そんな内容が色濃く見えたもんですから、今現在でもまだまだ戦っている状況をしている場所でございます。埼玉県も、そして国もある一定の部分で反対を表明している初めての場所でもございます。今現在72万平方メートル、その土を運ぼうとしています。これもなんと11ヶ月、400台のダンプが1日も休まずに運ぶ換算です。これを何とかしたい、これをやめさせなきゃならない、一つ作ったら次もどんどん作られてしまう、これが関東近郊の狙われやすい場所なんですね。そんなこともありました。そこで私は純粋にこの反対とともに、どのような場所でどんなことが行われるのか、その一望できる山に登りたいな、そんな思いから私の林業への思いが傾いてくるんです。初めての山登り、この写真、これを撮りに行くだけで山登りをしたんです。だけどもなかなかよく登れないんですね。足は疲れるし、ヒー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 、山は全然見れずに下ばっかり見ている、そんな状況でございました。こんな感じでワイシャツで登ってましたから、最初バカですね、山を舐めてました。そこからよし、自分の体力をつけよう、残り2ヶ月間年末までに10回登ってやろう、そんな思いの中でしっかりと10回登ったところ、山がなんとなく答えてくれたんですね。次は岩場だ、そして次は根っこのある場所だ、さらにはその次は鎖場だ、
だん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 山と対話まではいけませんけれども、なんとなくなんとなく山が近づいてくれた、そんな思いがあります。そしてなんとその山を知ることをもっとしたいな、山ともっと対話をできるそんな場所にいたいなということに、もともと議員という職場にありながらもなぜか山の魅力に惹かれていきました。同時に山の中にいるとなんて気持ちがいいんだな、ここにずっといたいな、この北市と共に何かもっともっとこの町のためにその資源を生かしたいなということに変わっていったんです。山や木を知るため、知れば知るほどこれをなんとか活用したい、議員として町おこしにも、さらにはたくさんの移住者のその原動力にもなればいいな、そんなことを考えながら議員活動をしておりました。しかしなかなか進まないんですよね。行政、ここにもたくさんの方がいらっしゃるいるかもしれません。小川町という行政は動かず守らず、そして何よりも前例がないですからということで、全てがシャットアウト、なかなか難しい。だからこそ自分でやるしかないかなという思いの中で動き始めたんです。その前に自分が議員として何ができるのか、これです。まずエネルギーの地産地消を、残地材、小川町の中でたくさんの木が切られています。木が切られているんですけども、宮先生が言った通り道をつけていないので全く出せないんです。今小川町は 13% の山、そこが森林経営計画が入り切り捨て間伐、まさしく切りっぱなしの状態で山に捨てられているんです。それが全部山の中にありっぱなしです。朽ちていくのをただただ待つだけ、そのような状況です。だからこそ給食センターへの小型バイオマスプラントを導入して、その木を少しでも燃料に変えていこうよ、地産地消の給食センター作ろうよと、さらには薪ストーブの設置購入補助、森林環境条例税を活用した子どもから大人までの教育現場、森の学校、さらには必要とする人、必要じゃない人、その山を行き来ちゃんとできる山林バンクの創設、そして小規模地伐型林業への援助、残念ながらこの中からまだ2つだけしか実現がされていないのも現状であります。そこで先ほども申し上げました、自分でもうやるしかないかな、えいやーという思いで東京の青梅市の林業研修に参加したんです。あなたはなんで議員なのにこちらに来るんですかみたいな形でよく言われました。いや、うちの山を議員として一住民として活用したいから来たんですと思ったら、思った以上にその研修の期間が短かったり内容がちょい薄かったり、もっと学びたい、もっと役に立てるような林業の実技、さらには技術、さまざまなものを学びたい、そんな思いの中で違う研修にもしっかりと学んでいこうと思ったんですね。なぜかというと先ほどの原動力、それが一番でした。しかしいろんなところに学びたい学びたいと話をして面接を受けたんです。オンラインで某山梨県の某森林組合さんから、あなたもう50歳超えてますよね、もういいんじゃないの、言われたんです。全く残念でしたね、というよりもショックでした。もう50を過ぎたら林業はできないという世界がそこにはあるんだということも目の前に叩きつけられたという覚えはありました。だからこそ自分で何かができるというチャンス、機会、それは自伐型林業なのだけなのかもしれない。自分の山でなくても人の山でも自分の力を信じてできること、仲間と共に信じ合いながらできること、それが自伐林業、そう思ったから飛び込ませていただきました。
そこで実はこの林業の研修の中で自伐協の幹事をしている高槻さんという方が来ていたんですね。戸口さん、2つこれから研修があるみたいだけどどう？1つが埼玉県で行われるもの、2つ目が福井県の福井美山きときとき隊のものでした。名前がなんだか面白いからそっちに行こうかなみたいな、遠いからなんか冒険してるみたいだよね、埼玉県から7時間車で走ると何が起こるか分かんないな、そう思ってポチッとなと50日間の研修に参加をしてしまいました。まさしく53歳で迎えた人生の分岐点、福井へと向かい宮田先生と出会い、そして仲間たちと出会い、さらには私の自伐型林業という時計が動き始めた、運命が回り始めることになったんだ、そんな時を迎えました。それではここから私のおっちゃんがどうやって自伐型林業を学んできたのか、そんな話を少々させていただければと思っています。小川町から約7時間をかけ往復9回以上はしたかと思います。行ったり来たり行ったり来たり、学ぶことが本当に楽しかった。ここにいるメンバー、私と共に第一期として学んだ9名のメンバー、知り合ったこと本当に楽しかったです。また古民家での仲間たちの合同生活、最大は8名から4名、本当に楽しかったなと思います。古民家での生活ということで、誰かが掃除をして、誰かがご飯を作って、誰かが何々をして、何かが何か、みんな決めなきゃいけないんです。先ほどの写真、実は私が2番目の年長者、一番年少者の方は、年長者の方が60歳で越前市からだったんですよ。まあ通いですね、通学してました。となると私がもういろんなことを仕切らなければいけないという、まあ元来そういう人間なんですけれども、そうしていただきまして、はい、私戸口勝、料理をします。50日間ずっと作ってました。彼らの胃袋をつかみましたよ。わかりませんけどでも彼らは一生懸命一緒に掃除をして、毎日トイレ掃除、毎日玄関の掃除、当然キッチンもピカピカです。そういった生活をする中で、仲間の関係、さらには生活の環境、素晴らしい中で20代から50代までこの中での生活をさせていただきました。この中で実はこの黄色の洋服、私の一般社団山森医学社に彼は入ってくれたんです。埼玉県からもう一人来ていました。全く私とは、私の家とは遠くから離れた、約車で2時間ぐらいかかっちゃうところから来るんですが、彼は今も一緒に活動をさせていただいております。ただしこの研修、本当に私にとって初めてのユンボ、初めてのチェンソー、初めての林内作業者、初めての造材伐採、もう本当に難しかった。ただし先生が一言言ってくれたんです。はい、みんな朝練幽霊していいよ、やったぜと。普通の授業じゃ追いついていけないんですよ、50歳は多分。だからもう若者に置いていかれないと、毎朝毎夕ユンボのバケットを水平移動、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 さらには山の土を取っておく、また取っておく、すべてエアーです。エアユンボです。エアユンボを何日も何日も繰り返しました。そして小川町に帰った時も、必ずユンボがどこかで使われないであるんじゃないか、やらせてもらいたいな、まだ練習したいな、そんな思いのことを私の後輩に伝えたんです。あ、徳さん使ったらいいですよという土建会社の社長からそんなオファーをいただきました。ただ資材置き場、大通りに面してるんだけどいいかな。あ、いいよいいよ。仕事の途中抜け出してユンボワイシャツでやってるんですよ。
戸口何やってるんだあいつは、戸口議員何やってんだあれ、というふうによく言われたものでした。だいたい20時間から25時間はそこで通って私はやったんですね。その甲斐もあって現時点で私現在ユンボが一番私の強みかなというふうに思っています。だからこそ自発型林業ユンボが基本、そのような話今宮津先生がさせていただいてきましたけども、私はそれができたかなそう思っています。乗ってるとなぜか今の山の中でエンジンをかけるだけで顔が笑います。楽しいんですよ。すごくダイナミックなんですね。小さな小さなちっちゃいことを考えることなく大きな視点で地球と共に対話する、そんな思いでやってます。また自伐型林業についてしっかりと話し合える仲間づくりということが大事だなということも実感しました。去年の立ち上げでもう道を作ってということになると、仲間の存在というのは大変必要となります。私たちこのメンバーで福井で勉強しました。青いのが宮津先生、手前にいるちょっと汚いのが私で、頭が丸いってなってるのが60歳で越前から来た朝食を終えた方です。全てのメンバーがそれぞれの職業を持ちながらここに集まったんです。それぞれの年齢も住む場所もただただ一つだけ同じだったのが、自伐型林業を学びたい、その一つの共通言語だけで集まったのがこのメンバーなんです。それも宮田先生の場所にということなんです。これがなかったら今私はこの場所にも立っていません。そして山にもいなかったかもしれません。彼らの存在、そして宮田先生の存在が大きく私を変えてくれた、そう思っています。そしてこの自伐型林業ということを自分の声で自分の思いで語るということ、そして語る場所をしっかりと作っていくこと、今現在私は東京を含めた関東圏の中で経済団体をはじめとする方々に自伐型林業に対して支援をしてほしい、そんな話もさせていただいております。今日も私にとってはその一つのチャレンジだと思っています。皆さんにこう話して自伐型林業の良さ、50歳超えたってできるんだよ、非力だってできるんだよ、軽トラックだってオートマ免許だってできるんだよ、そういうことを伝えていかなければならないと思います。壁を作らずに誰でも山に入り、誰でもが共有した気持ちで美しい山を眺めることができる、そして作ることができる山と共にある、そんなことを目指して今も頑張らさせていただいております。さて今日ここで皆さん私とつながれたらと思っています。どうか Facebook 戸口まさるで調べていただきまして、ひらがなのまさるになってるんです、そう調べていただいてつながれたらと思います。私は埼玉県小川町という小さな町でやっていますけれども、いつかどこかで皆様方とまたつながること、また助け合えること、これが自伐型林業の強みだとも思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さて研修にはいろいろあったと話しました。実は一番いろいろあったのは私かもしれません。埼玉県から車でずっと来てました。あとこんな体してても実はナイーブなんです。腹がよく痛くなるんですね。それでこれです。実はこの左側の写真なんでしょうかね。実は福井から帰ってきて3日間、女房があなた背中に血まめがあるみたい、まあお互い目がもうだん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 老眼鏡で見えなくなってきた、近く寄ってみたら足が生えてる、動いてるわ、気持ち悪い、何このブルーベリー。そうです、3泊4日私の背中で矯正をしてたんです。マダニです。次の日がちょうど健康診断になったものですから
病院取ってもらおうかななんて思ったんですね。で先生に言ったんです。先生これこんな状況です。ああ徳志さんよかったねと。埼玉県で何言ってるんですか。いや実はこれ彼はですね福井からくっついてきてるようです。じゃあ上行ってすぐに生体検査してくださいと切ったのがこれです。まあ 1.5 センチぐらいのぐらいとぐるっと回して取られて、まあここにいるということは大丈夫だったということになりました。皆さんもぜひ水場のそばでうんちはしないでください。先生に何度も言われました。これ取ってくれた女医の先生です。水場のそばでうんちはしない。10回ぐらいそこに言われました。取りながら。そういう状況でした。そして次の隣の写真、研修に来るとき、あれは松本市でしたね。普通に走ってました。急に真横から90度にぶつかってきたんです。もう全損です。はあ、先生は教授に行けるか分かりません。そんな話ですよ。まあでも私には過失はゼロ、体も全く傷はついてません。ただし保険は0対9、向こうが 1% 引き算をするという、 10% 引き算をするということになりまして、それでもなんとか0対9ということで決着はついたんですが、モヤモヤはここにおいても とどまらないというか、そういった状況でした。まあそこで今度はしっかりと皆さんと共にもっともっと自伐型林業を広めたい、そうこうしてたらこの山、私の先輩から電話がかかってきたんです。東口面白いことフェイスブックに載せてるね、ちょっと話さないって言ったもんですから、盛り盛りに山盛りにして私の思いと自伐型林業の話をしたんです。そしたらもう盛り盛りに持ってきちゃってですね、うちの山500タールすぐ貸す、その代わり私もやらせて、はい、これで彼も副代表ということで、山森学者今副代表でやっております。こんな出会いがある可能性がある、そしてどれだけ自分の思いを伝えることで友達を作れるのか、同じ共通言語としての自伐型林業を発信できるのかということを本当に感じた状況でもありました。そしてたくさんの時が流れてステップアップ研修、本来25日間だったんですが、あと25日間はもう自分で進んでしっかりと学びたい、そんな思いで大きな木も切らさせていただきました。そしてユンボも自分で20メートル程度作らせていただきました。本当にありがたかったです。このような経験がなければ、用意ドンのスタートで1000メートル、今現在1キロを超えているんですが、こんなこともできませんでした。本当にありがたいと思っています。先生この場をお借りしてありがとうございました。そうこうしているうちにもう本当にすぐに10月3日の卒業式ということで、それからがもう私山森学者を立ち上げるための書類の提出、まあ社団法人を立ち上げるための法人格取得に向けたその書類の提出、さらには先ほど先生も申していましたけれども多面的事業の提出、これを本年度中に10月3日で終わって、もう11月17日には登記が終わり、そして11月30日には多面的が採択をされたんです。まあ走りました。走ったところじゃなくて、まあ、引っ張られました。何に引っ張られたかといえば、自伐林業をしたいという気持ち、自分のもう心は前にいたんですよ。その思いでずっとやらせていただきました。しかしここですごく感じたのが、ああ社会って闇があるんだな、ここにいたら申し訳ございません。公証人役場さん、司法書士さん、行政書士さん、その三角のトライアングルの闇、なかなか教えてくれないんですよね。実は私、先生も語っていました。もし自分が自伐型林業を教える立場になった時に、最も低い金額で事業が
タートできるように自分で何かができるようにしたい。登記も自分 100% やりました。さらには多面的も全て私やらさせていただきました。このことを誰かに伝えなきゃいけない、このことを誰かに次にまたそれを使ってもらいたい、実は先生からはいただいてたんです、多面的の部分が。でも関東と福井全く書式が違ったんです。まあイメージは同じなんですけど全く違うんですよね。だから全部やり直しでした。でも気持ちを書いていったらもうこんなことを関東でやると思っている人がいなかったと担当者からも言われたものですから、そこで背中を押してくれるというよりも親切丁寧何でも教えてくれました。もしここで関東で林業やりたい、自伐型林業やりたい、そして多面的やりたいと言ったらその人にすぐ電話してあげます。本当に優しいんです。それは私にとって優しかったのか誰にでも優しいのかちょっと分かりませんけども、本当に優しい彼でした。そうこうしているうちに研修第1回目の研修を12月の18、19、20、去年のです。もうだからこの3ヶ月 2.5 ヶ月はバタ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 しながら形を整えました。これがその時の12月の17、18、19日にやった宮田先生を招聘し実行しました研修です。総勢で70人を超えるメンバーに参加していただきました。同時に私は経済も回したいという思いが当然あったものですから、どうぞたくさん町外からもたくさん来てください、そしたら小川町に泊まってください、泊まったら必ず宴会しますからね。ちょうど12月のこの時期、最もコロナが少なくなってた時期です。総勢で17泊分のホテルを予約をさせていただいてお金を落としていただきました。1日目の研修の後は15人が宴会に参加していただきました。2日目も17人参加してもらいました。これだけでも十分な、町を良くしたい、自分たちの住む場所を良くしたいというその思いがあればこそ私はいろんなものを回したいです。林業だけではない、みんなで良い町づくりをしたい、みんなで良い将来を作りましょうということになると自分だけいいや、そういう思いではいけないという気持ちもあります。当然私も議員をしてましたから、この後そういう経済をしっかり回すという内容にもたどり着いたんです。本当に先ほど話をした通り、さまざまな状況でこの早い段階で私は動けた。それは助けてくれた人、助けようとしてくれた人、ユンボの件にしてもそう、私に林業を教えてくれた先生もそう、私と共にやりたいと言ってくれた同志もそう、さまざまなものがさまざまな状況で支えてくれるんです。そしてこのユンボ、ここにもありますけども、ユンボに関しても実は貸してくれたのが、先ほどの練習をさせてくれた彼が、戸口さんそこまでやりたいんだったらうちの会社の名義で貸してやるわと言ってくれたんです。だから彼が借りているユンボの金額からも借りられたんです。1年目、それははっきり言って破格です。同時に営業さんも来てその金額で OK、東口もちゃんと判をさせていただきました。そして2年目となった今年もその金額よりもまた安く、今度は山盛り学者で借りています。そういったやり方があるということもきっちり皆さんに話をした方がいいかなと思いました。できることはやる、そして伝えることはちゃんと伝えたい、そんな思いもしっかりとやっていきたいと思います。そこでですね、実は多面的をやる上で講師料、実は日本で一番高い講師料をこの小川町から出しているんです。ということは宮田先生にお支払いをしているということなんですが、なぜこれができたのか、自分たちに帰ってくる未来のために、そして自分たちより後からやる林業者、自伐型林業をやる人たちのために、最も高い金額を日本で小川町で出したいと願ったんです。多面的の担当者に何度も言いました。
そしたら分かりました戸口さん、林野庁にすべてつまみらかにしながらその報告をして取りに行きます。彼やってくれました。日本で一番高い金額で演習研修の講師料を取ることができたんです。本当にありがたかったです。そしてさっきのユンボ、それもそうです。縁があったり様々な助けがあったからこそできる、これが自伐型林業なんです。この縁を大切にすること、つながりを大切にすることが大きな大きなキーワードなのかもしれないと私は思っています。実は行政、そして政府、良いことができたら前例主義を作るんです。なので先ほど言ったユンボにしてもそうです。さまざまな一番高い、ここでしかできてないということであっても、この前例を作ることが後の人のためになるということを皆さん覚えておいてください。喜んで行政はやってくれるんです。前例があれば、その前例を誰が作るかということです。作る人にもなってほしいと思います。そしてそれを利用する側にもなってもらいたいとも思っています。ぜひお力を貸していただければと思います。まあ本当にこの研修がですね、こういうふうに先生実は3日間の中で大変無理を言って一本も切らないで20メートルを作ってほしいという、この入り口の右上の写真がそうです。無理を言ったんですね。でもこのような状況でしっかりとみんなが良かった3日間、そしてこの研修の中から実は山森学者には2人のメンバーがもう参加をしてくれて、一緒に今活動してくれています。そういった状況がどんどん進んでくるということです。そしてその研修の次の日からいよいよ山森学者の冒険が始まったのです。自分たちでユンボを操作し、そして道を作る、いきなりもう3日目で洗い腰です。洗い腰難しかったですね。でもなんとか綺麗、そして機能をしながらその状況を作りました。大雨が降れば上に道の上に水が流れ、そしてちょろちょろしている時には下から水が流れる、そんな機能を兼ね備えた道が洗い腰ということになりました。そしてその先、洗い腰の月に待っていたのが、実は倒査をしている時に宮田先生がここ気持ち悪いな、戸口さんちょっとこれ気をつけてねと言ったところ、的中です。ユンボをズコーンって入れたらもう1メートル50ぐらいスコーンってなくなっちゃったんですね。うわー困ったなーということで大変でした。でもなんとか作って大きな石を運び、しっかりと作らさせていただいた、その内容がこれです。それからもう毎日毎日元旦を1回だけ休んで、毎日毎日自分の仕事も一番縮小の状況にしながら全部山です。その中で初めてのヘアピンカーブ、どれが正解なのか分かりません。ただただ見ている中のもので、頭のイメージの中で作るだけだったんです。へったくそでした、参りました。でも自分の中でしっかりと修正をしながら進めました。このビデオを見てください。これが私の山です。最初の1年目で作った道、そして1ヶ月で作った道、それから先日撮った風景です。先生に作っていただいた道です。本当に気になるんですよね。
全部修正を赤ペン先生がやっていただいたところを全部修正をいたしました。山の周りを見ていただくたくさんの残地材厳しく考えたりが取り残されているのを今薪に変えようと全力でやっています。日本中の中に大きな大きなそれは悲惨な状況になっているかもしれません。それを奥の遺産として何とか変えなきゃいけないなというふうに思っています。ここからが遠いことの思いになっています。すいません、目が回るので少し上の方見てください。私は議員をしていて、なんとかこの活用をしたいということで、国の動きがどんどん早まったんですね。今、脱炭素先行地域100といって、地域に10兆円を100の自治体に分けて、1000億円を使ってもらおう。それが森林のため、それが人材育成のため、たくさんのお金が使われようとしています。だからこそ私、実は町長選挙に今年5月に手を挙げて出馬させていただきました。残念ながら残念だったんです。まあ24年間の議員を生活を終わって、これで民間でやっていこう、今までやってきたことが人類のためになる、さらには人のためになる、未来のためになると思ったらどんどんやるしかないと、今しっかりと山作りをさせていただいています。同時に人づくりをする中で、よりたくさんのコミュニケーションをとって、大学やさらには外国との連携も今視野に入れて頑張ろうと思っています。まずは人づくり、何としても人づくりをしなければ日本の未来、さらには多くの人工林を植えた過去があったものを私たちの世代で変えることができないんです。まだまだ手の入っていない山、人工林の山がたくさん多いんです。あの時よりも激甚化した災害がどんどん増えている現在、どのような社会になるか分かりません。だからこそ自伐型林業化がもっと増えて激甚化する災害を一つでも二つでも100でも200でもその防御のためにしっかりと山作りをしなければならないと思っています。だからこそ私たちはやらなきゃいけない、そう思って取り組んでいます。皆さんはどんな思いで自伐型林業をやりたい、そう思っているか分かりません。私はしかし私は切り捨て間伐、そして防災の抑制、さらには残地材をしっかりと未来に託せる、そんなプラットフォームを作っていきたい、そう思っております。しっかりと自伐可能な、持続可能な未来のために皆さんの役にも立っていきたいとも思っています。どうかここにいる皆様、これから同じ思いの自伐型林業という共通言語を共に語って未来を歩いていただけたらありがたいと思っています。どうかよろしくお願いいたします。これからも皆様方のご支援、さらには全国で我々の活動をまだまだ見ていない人もいるかもしれません、声で発信し SNS で発信しながら、もっともっとこの良い活動、そしてこれからの未来の活動のために世界をリードする日本を作っていきたい、そんな思いの中で皆さんと共に活動ができればと思っています。本当にご清聴をいただきまして誠にありがとうございました。ごめんなさい。
ね、時間をしてますので飛ばしてまいりますね、こういった活動をしておりました、本当にね、枯れている木がね、炭をまくとね、元気になっていくんですね。驚きましたね。でその時に、震災、災地がありました。私群馬にいたので結構揺れて怖い思いをしたんですね。その時にね、絆なんていう言葉が飛び交ったと思いますけれども、私はこの大地や自然との絆を結び直したいなってすごく思ったんですね。でちょうどその年にね、夫の仕事の都合で、群馬から石川県金沢市に、来ることになりました。そこで関わったのが NPO サンキュアさんですね。竹灯籠祭り有名ですよね。ここでね、ボランティアを始めさせてもらって、また金沢市のね、事業委託でね、木質エネルギーペレットの普及活動を1年間雇用させていただきました。試作を作ったりとかね、あと視察、いろんなところ先進地視察しました。あとイベントでね、こういったね、ストーブ普及活動ね、してまいりました。でその頃同時進行で、ペレット作ってる同じ工場でおもちゃ工房中山さんっていうね、今日いらっしゃいますね。中山さん、ありがとうございます。おじいちゃんたちが集まってね、こういうおもちゃ作ったりね、子どもたちに金のねぬくもりを伝えたいということでね、そういう楽しい活動をしていて、私もね、少しね、お手伝いしている時期がありました。でね、その後ね、群馬で、炭のすごさを知ってから、石川県でもちょっと炭焼き学びたいなと思って、いろんな炭焼きさん、炭窯訪ねまして、ご縁があったのが富山県小矢部市の三谷さんという人ですね。そこで週に1回2年間程度、学ばせてもらいました、ね、三谷さんもう70近いんですけれども、今でも手斧で頑張って薪割りをしていらっしゃいます。いろんなことをね、教わりました。でね、その頃ちょうど、薪ストーブを設置しまして、七輪とかも使ってね、美味しいものをね、いっぱい作ってきました。薪ストーブいいですよ、おすすめです。だけどね、薪の調達が大変です。最初の頃なんかね、町屋の買い手あったら、ね、薪くださいって、柱捨てるんだったらくださいって言ってね、もらったりとかね、はい、してきたんですけれども、いろんな本を、林業の本とか山の本を読み漁っていて、だんだん林業の現場どうなってるのかなっていうことがね、関心が高くなってきまして、炭焼きを手伝いながら民間林業事業体のパート勤務をスタートしたのが、3年前です。で今もね、在籍しておりまして、忙しい時は声かけられてたまに手伝いに行くんですけれども、ここでもね、いろんな現場をね、経験させてもらいました。それでね、私、このままでいいのかな、もっと自分の理想の林業をもっと追求していきたいなっていう、思いがあって、そんな時にたまたま出会ったのが、すみません、今日ね、80枚スライド用意してきたんですよ。もう飛ばしますね、時間があんまりないので。10年以上山焼きに関わってきたんですけれども、それ以外にもずっとね、産地位置があってから、なんかね、この社会どうしていけばいいかなと思って、ずっと社会のいろんな側面をずっと考えて活動してきたんですね、山焼き以外で。でこういうことに関わってきたっていうのもすごいスライドあるんですよ。でも流していきますね、聞きたいと思うけど。こういうね、環境で活動しているエコラボ、私サザエさんに扮してます。ゴミを出さない買い物とかね、いろんなイベントありました。これだけ紹介しよう。ドイツの視察、行ってきまして、フライブルック、すごい環境先進都市なんですね。で森も見学してきたんですけれども、これフライブルク市の森です。すごい美しかったです。でね、ドイツでは共通認識で、誰がどの森に入ってもいいっていうのがもう共通認識であるんですよ。だから散歩とかジョギングしてる人もいっぱいいて、でここで森の幼稚園もね、展開されていたりとかして、あとね、ドイツはね、フォレスターが常にね、子どもたちの憧れる職業ランキング上位に入っておりますね。日本もそんな風になるといいですね。エネルギーの政策とか町全体がもう本当にシステムが確立されてるんですよ。友達と田んぼをやったりとかね、いろんなこういうものを好きで買ったりとか、
長野でね、あの持続可能な暮らしを提案するお宿でも3ヶ月スタッフした時期があります、夫石川において。でまあこういういろんなことやってるんですけどね、そこでね森の幼稚園がすごく印象的でした。あの同じ敷地内で運営してるんですけども、お母さんたちが経営していて、先生が雇われてるんですね、お母さんたちに。でお米作り、野菜作り、醤油作ったり味噌も作ってましたね。で火のこういう会のが全部子どもたちが来ましたね。もう私が通いたいぐらいでしたっていうね、いろんなことを経験してきたんですけれども、やっぱり私の中心軸が常に山盛りっていうのが自然っていうのがあったんですね。でようやくです、あの自伐型林業に、たまたまフェイスブックに宮田さんがね募集してますってことで、たまたま見かけてあのアポ取ったら、もう定員ギリギリなんだけど、まあ、おいでっていうことで参加させていただきました。で、戸口さんグループが違かったけれどもね、はい、私もあの無事に終了させていただきまして、もうねとにかく楽しかったんですよ。こんなやり方があったんだっていう、もうすごい発見で嬉しくって、もう私これようやくたどり着いた、これ一生やっていこうって、あのそんな思いでいましたもん、この時からね。でまあいろんなことを経験したきたけれども、その自伐型林業のやり方だったら今までの私の経験が生かしていけるんじゃないか、全て無駄でなかったって、あのすごい嬉しかったですね。であの徹底の技術面、小さな道作りとか、まあ、抜刀とかね、低間伐の仕方とかは共通してるんですけども、その展開が自由っていうのが面白いんですよね。自伐型林業、目標設定も自由だし、展開も自由で、まあ、限られた小さな範囲をあの山盛りしていくので、地域の方との交流もすごい深くなるし、あと私なんかね、女でこんな細いんですけれども、実は体育大の短大を出たので、こう見えてもう筋肉だけです、ね、でもあの女性でも全然あのゆっくりやれば林業ってできますので、安全管理ね、そこをきちっとあの学んで、とっても危険なので林業って安全面だけしっかりやればできます。であの会社勤めの時はちゃんと日当もらってるし、男に負けないように頑張るぞって結構毎回毎回自分を追い詰めていたんですね。でも自伐だったら自分の裁量で進められるし、こう肩の力抜いてあのできるっていう、自分の身の丈に合ってるなっていうのがすごい感じて、あのいいなと思ってます。はい、それでご縁があったのが、金沢市三谷地区直江田にある牧山町というこれね、美しい棚田がある集落です。でね、コロナ前にね、こういったね、美味しい、週に1回500円のワンコインランチ、なんと食べ放題というのをやっておりまして、里山の恵みを使って集落の人たちがこういうことをやったんですね。で食べに行ったら美味しくってね、胃袋つかまれましてね、何回か来ました。でね、それが最初のそのまあ集落との出会いなんですけれども、まあ、SDGs にもね取り組んでいたりとか、結構活発なね集落でね。それで、まあ、そんなご縁がありまして、今年の1月の満足、寄り合いで集落の皆さんにね、自伐型林業をさせてもらえませんかっていうことで、挨拶ご相談させていただきました。で同じ1月にね、もう自分これから林業をやるんだっていうことで、良き火を倒すね、昔使っていたねあれをね、鍛冶職人のビニ君っていう子にね作ってもらって、斧を、良きを作りました。来月斧始めに使いたいと思います。で幹良きって知ってますか？3本線と4本線入れるんですけれども、山の神様への産物ですね、お祈りを込めて、3本線がお幹の幹、4本線が、自然界の良き太陽、土、水、空気っていう意味でね、幹をよきるっていう意味でもあるんですね。なんか私すごい古いそういう風習とか文化をすごい大切にしたい人なので、そういうものをね続けていきたいなと思っております。
はい、それで、今年の4月に立ち上げたのがレインボーフォレスト金沢、任意団体なんですけれども、数名山西さんに入っていただいて立ち上げさせていただきました。一応大切にしたいことが多様性の森ということです。今の、ね、日本の林業、杉、ヒノキ、ね、手入れ不足林もありますけれども、それもね、本当に私針葉樹大好きなんですけれども、どちらかというとその広葉樹をメインにしていきたいなっていうのがありまして、雑木と言われる木たちにちゃんと光を当てたいっていう思いがあるんですね。人間でもね、みんな個性ありますよね。みんないろんな持ち味があっていいと思うんですけれども、いろんな木もね、生かしてあげたいなって思いでおります。で、多様な人々が多様に関われる森っていうね、そういう空間にしていきたいっていうのと、林業って言ってもすごい奥が深いね、自伐型林業ね、小さな道作りとか奥深いんですけれども、それでもこの地球とか自然に比べれば人間ができることってたかが知れてるなっていつも思っていて、その人間の力じゃなく、もう土の中の微生物からいろんな生き物、そういう視点を持ちつつ、一緒にいろんな命とともに森づくりをしていきたいなっていうふうにもね、思っております。で、このロゴ友達が作ってくれたんですけれども、白さんと森の王者クマをロゴに持ってき、ました。で、今年はね、とにかくね、小さくてもいいからスタートするっていうことがね、目的です。集落のすぐ家屋裏、約、1ヘクタール、まだちっちゃいですけどね、そこ土地が細かいです。19軒の山口さんがいらっしゃいます。で、ちゃんとハンコもらって協定書も伝っていただいて、5月23日からスタートさせていただきました。でね、ちょっと今年は紆余曲折ありまして、補助金1円も取らずに、スタートして、今年度は全部自腹で頑張ってます。それでもスタートしたいっていう思いがあったんですね。で、これが初日の写真です。初日だけ宮田さん、翔子さんにお手伝いに来てもらいました。もちろんちゃんと謝礼ね、自分で払って、はい、来ていただきました。でね、ルートの最終決定をして、道作りの方を始めたんですけれども、ちょっとね、少し荒れてるような場所で、で、空気もね、少しよどんでるような感じだったんですけれども、道をつけていくとね、あら、まあ変わるんですね。風の流れもね、やっぱりこれだけでも若干変わるんですよ。これが初日終了の写真。宮田さん、わーって、初日だけは宮田さんがつけてくれました。数十メートル。それから1ヶ月後は1人です。1ヶ月間ユーボリースしたので、それも梅雨の手前だったので、もう雨が降ったらできないってことで結構焦りながらやってたんですけどね。で、その右下のように、以前ね、切り捨て間伐が入った森なので、もう結構大きくこうね、苔むした木がいっぱいあって、それを避けながら作業道をつけるのがね、すごい、大変でした。あとね、この1ヘクタールの場所、陶器場では畑地になってるんですね、山林ではなくって。ということは、戦前まで畑をされていたんですよ。で、戦後に、まあ、拡大造林してる時期に、ここも杉を植えたっていう場所なんですね。なので、土がすごい肥えてるんですね、腐葉土で。うん、なので、雨降るとものすごい泥土、作業道をつけるっていうにはものすごいやりづらい場所なんです。畑としては最高だと思うんですけれども。でね、こういうね、畑なんで、だんだんなんですけれども、でもほぼ平地みたいな感じなんですね。なんで平地って道つき簡単そうに見えませんね？簡単そうに感じますよね。でもすごい難しいんです。宮田さんもよく言ってるんですけれども、排水の処理の仕方とか、こう土が余分に出てしまったりするのでね、この山の斜面をこう削っていくのと違って、本当にね、平地って難しいんですよ。まあ、そんなんで1ヶ月、最終日に宮田さんにもう一度ちゃんとチェックしてもらって、これでいいよということで、約200メートルつけました。その間ね、山主さんで、いろんな方がね、心配して、ちゃんとやってるかって、
たくさんの、ね、差し入れを、ね、いただきました。ありがとうございます。本当にあの胃袋をつかまれてこの集落に入り、今でも胃袋をつかまれております。はい、で今回つけたコースがこの赤い印のところなんですけれども、オレンジとかが家屋ですね。であの星マークが観音様っていうお堂があるんですけれども、こういう急な階段が、ついてるんですね。私でも登るの結構息上がります。なんで階段上がれなくって、もうおばあちゃんが何年もねお参り行けてないよっていう状態だったので、そのお堂の後ろに作業道、近くにつけて軽トラから降りて裏からお参りできるように参拝道としても作れないかっていうお話があったので、今回このルートになりました。でね、こうやってあの裏の木道を私が作ったりとか、看板ねとお友達と作ったりとかしてね。でね、このおばあちゃん久しぶりに、ああ、いけたいけた、お参りに来れました。はい、どうぞ。はい、お天気も良かったので久しぶりに神奈さんもお参りしましたね。ありがとうございました。はい、はい、良かったです。はい、どうぞ。はい、あ、でもお一方もコメントいただいております。あ、私は山がこう沙織ちゃんがしてくれてから毎日朝か 夕方か来てるんですけど、あのどんどんこの変わっていくのが、風がまず違ってくるんですよ ね。それがすんごく肌に刺す風がすごく気持ちがいい。それと あの一歩一歩踏みしめるとこがあるっていうのがすごく良くて、あ、私は心臓が弱いのでゆっくりゆっくり歩くんですけれども、それにそれでもちゃんと歩けるような道があるっていうのがすごく楽しい。そして後ろの道にもまたつながってぐるっと回ったり、あっち行ったりこっち行ったりしながら楽しく散歩しています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もうお一方からもコメントいただいております。荒れっぱなしになっていた山のことで飯島さんが助けていただくということで嬉しく思っております。地獄で仏の思いです。私どもとしてはこれをきっかけにして地域を盛り返すことができたらというふうに考えております。本当にありがとうございます。はい、っていうふうにね、あのたくさんの方に、集落の方に支えられながら今日まで作業を進めさせていただきました。でね、協定外でもね、こういう危険木処理してほしいっていうね、あの依頼であの伐採して、でそれ製材したのを同じ集落のヤギ飼ってる方のね、柵に今後使う予定でおります。でね、あのチェーンソー製材もトライしました。こういう機械にチェーンソーを入れて板引き、角引きが作れるんですけれども、ちょうどその頃ね、お友達が江島さん、あのカタログに積み木のスタイからあの木くれないかということで訪ねてきて、一緒にね、製材して、あの積み木にして色塗りは彼がやったんですけれども、でもあのね、森見学して一緒に製材して、こうやって商品が作れるってすごいねって、なんか全部のこの一連が見れるって素敵だねって感動してね、くれましたね。はい、あと今年牧山町、あの市民農園が開園したんですけれども、その森がね、いい腐葉土があるからくれないかって言ってね、一緒にね、林業、農業女子と一緒に軽トラ10往復したりとかね、そんな日もありました。あ、で、隣集落にね、明神屋敷っていうのがあるんですけども、平安後期、そこのね、草刈り自分のあの作業地とは違うんですけど一日手伝ってね、そしたらね、あのここもね、参拝堂のようにここもつけてくれないか焦りかねてみたいなね、あの私参拝堂屋さんみたいなね、まあ、ありがたいお話ではあります。まあね、こういう杉を使ったりとかね、あとね、時間がないねんが坂田雅子さんっていう生物多様性を、テーマにしていろんな活動されている方をねお招きして、施業地の動植物調査を夏秋にさせてもらいました。で今後も継続して、私が自伐型林業をやることでどういうふうに動植物が変わっていくかってことは、ね、継続、していく予定でいます。
で、せっかく来ていただいたので講演会も、ね、主催させていただきまして、多様性の森、キジシと生物多様性というテーマでね、100名ほどの方に来ていただきました。はい、最近でなんかコモンフォレストっていうね、あの東京の高尾の方で面白いこと始めていて、気になる方ねチェックされてみてください。あとね、環境改善ワークショップっていうのもやりましたね。あのこれ、20人ほどで2時間弱これ作るのにかかったんですけれども、しがらとかしがらみっていうんですね。昔の山仕事する人はこういうの普通にあのなんだろう、土を安定させたり植生を良くするためにこういうものをね、あの作っていたそうです。ね、斜面崩壊や雨水が、染み込まず氷土が流れてしまうような場所にね施すと効果的ということで、大小の枝とか葉っぱとか藁をね、もう絡ませ絡ませ頑丈に結構丁寧に時間をかけて作るんですよ。そうするとね、菌糸がこうね、元気になって、その周辺の土がねボコボコっていう団子状を作って、その間を水や空気が流れることによって、すごい土の状態がね良くなってくるっていうね、まあ、人間で言えば血行が良くなってこうあのね栄養が回るみたいな、そういう意味ですね。まあね、あの早いところはね、今まで生えなかったわらびがね3ヶ月後に生えてきたっていう事例もねあるそうです。こういう焼き栗を用意して穴に炭わら入れて、打ち込みます。そこにね絡ませていって、こうやって座って全然ビクともしなければ完成。これニートで作ると全然効果ないそうです。結構、丁寧にやらないとダメみたいですね。で、他の場所も作りました。で、私のベストスルーに入る本です。土中環境、造園の高田さんという方が執筆されたんですけれども、坂田さんと一緒にね大竹さんの環境改善もされている方です。興味ある方はね、あ、こういう、ね、本を読まれてみてください。昆虫アバト作ったりね。あとね、あの、まあ、私も多様性というのがテーマにあるので、難しく言えば生物間相互作用、とも言うんですけれども、微生物や、ね、小動物など森に生きるさまざまな生き物の食べる分解する働きを利用して木の成長に有利な土壌を作り、それによって災害に強い森を作る。だから生物多様性が重要なんだよっていうことなんですね。あの、そういうね、私結構研究派だっていうか、あの坂田さん言うには、森には2つの森があるんだよ。私たちが見ている木や草の森、そして地面の下の金の世界の森、それがすごくね、あの金の世界でまだまだ解明されてないんですけど、すごいんですよね。これからやっぱり微生物の時代に入ってくると思います。でね、時間が ないんですけども、3月に、UFO を収納できる、倉庫を作る予定です。でチェーンソーだけで刻みを入れて作るので、参加されたい方アンケートにご記入ください。でね、あの木材を生産するだけの林業じゃなくって、まあ、いろんな、ね、夢を描いております。DIY 工房とかね、ちょっと早ましていきますね。ぜひ Facebook でお友達申請お願いします。メッセージ付きで、今後の皆さん、はい、皆さん今日はどうも本当ありがとうございました。自発型林業、北陸で、本当に動き出してきたなという印象と、あのここに来ていただいた、あのこれだけたくさんの方がやっぱり来ていただけたということを本当にあの嬉しく思っております。で特にあのこの、福利地罰型林業協議会 の今副代表の飯島の方も本当に、石川県中も走り回ってたのをずっと見てまして、で本当にあの彼女みたいに動ける人ってそうそういないなと正直思ってます。で僕ね、これ全国の新しいモデルになっていくというか、新しい芽が出たなと本当に思っております。で石川県の方、まあ、金沢の方、本当にあの金沢という知名度も高い地域でもあります。で、この金沢が動き出すことでまたあの新たな、ステージが始まるんじゃないかなって思っております。で皆さんの中でちょっと自発やってみたいなって思った方ってどれぐらいいらっしゃいますか？お、結構いる。おお、むちゃくちゃ嬉しい。はい、ありがとうございます。
いや、ぜひね、一緒に取り組んでいきたいなと思いますし、ぜひあのこうすればうまくいくよというものは使ってください。僕もあの情報はね、あのモデリングあのできるだけあの情報提供もさせてもらいますし、使えるものは使っていただけるようにしたいと思ってますので、出せる情報も何でも出します。で、あの活かせるものは皆さんどんどん活かしてもらって、あのステージをポンと一個飛び越えてほしいです。もう僕も最初の4年間むちゃくちゃしんどかったので、それをね、一気に飛び越える形、ただ1年2年はちょっとしんどいところもあると思いますけども、本当にあのうまくいきますので、あのただ、努力もしないから勝手にうまくいくことはないです。僕もあのさっき東井さんが言われたように朝寝揺れてないですけど、もうユンボを借りてる間はもう朝早くからも山行って、もう暗くなるまでずっと乗りっぱなしでした。もうそれぐらいやっぱりやって技術も上げました。でもね、やればやるほど技術さらに上がるということも分かっていってます。非常に面白いです。で、重機があって、で、女性でもできるっていうことも今までいろんなケースも見てきてますので、ぜひね、たくさんの方が自伐型林業を通して山盛りを始めていただいて、新しい、本当に自伐型林業が花形産業、林業界が花形産業にできるんだっていうことをね、僕も証明していきたいなと。表におりますので一緒に頑張っていただければ嬉しいなと思います。本当、本日はどうも皆さん本当ありがとうございました。